こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションタンバリン編。この動画ではタンバリンで3連続でアクセントを打つトリプルアクセントの方法について解説していきます。前回の動画で解説したダブルアクセント、これができるようになっていればこのトリプルはですね、だいぶ簡単にできますので、サクッとマスターしていきましょう。アクセントを3連続でつける場合、4種類のリズムパターンが考えられるんですけれども、今回は一番楽曲などで使用頻度が高い1、3、4のアクセント、つまりタッタタ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 ッというリズムで解説していきます。まずはフリヌクス奏法でやってみます。1、3、4のアクセントなので、2の時だけ空振りします。1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4。この奏法の難点は、こうアクセントを叩くときにどうしてもジングルに少しですね、手が触れてしまうですよ。なので、連続してアクセントをつけてる場合、この触れる回数が多くなるので、まあ、ゆっくりならいいんですけれども、ちょっと速いテンポになるとだんだんこうリズムがぼやけてきてしまうので、トリプルはあんまりこの奏法向きません。では次は腕を使う奏法でやってみます。はい、このように腕を使った奏法だと、しっかりタイトにタッタタタッタタというリズムが出せます。ただしこう見た目があんまりかっこよくないので、レコーディングならまだしもライブだとあんまり使えないかなと思います。では最後に回転させる奏法でトリプルアクセントやってみます。実はこれはラルフ・マクドナルドという世界的なパーカッショニストが多用している奏法で、ある程度パーカッションをたしなんだ人ならですね、もうスタンダードになっている奏法です。トリプルに関してはフル奏法よりもやはり回転させる奏法の方がやりやすいし実用的かなと思いますので、このラルフの奏法ぜひマスターしましょう。
こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信しておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。